を解決。新しいデータ。ジバニャンリュウ。うん。偉い奴らはみんな自分のことしか考えず戦いを繰り返してるにゃん。食べ物すべて戦に持っていかれ、みんなお腹を空かせてるにゃん。畜生にゃん、夕日に向かって暗い。夕日に向かって暗いだにゃ。投げたし、すごく遠くへ飛んでいった。にゃー。こんな世の中いつまで続くにゃ。リスー。にゃにゃー。いきなり何にゃん、びっくりするにゃん。まだ出会ってないらしいね。リスー。ウィスパー孔明。ウィスパー孔明、知ったかぶりばっかりするね。大きな耳を持つ英雄の器、ジバニャン劉備という男がいる。男って言ったらね。ね、猫だから耳は大きいにゃ。今の心だ。ずっと英雄を探していたのです。そしてついに見つけました。ウィッスー。ウィッスー。ジバニャン劉備殿、どうか私と一緒にこの乱世を救ってください。にゃ。俺っちが緊張してるね。お、エーマダイヤットになりひょんだ。お呼びでございますか。おい、こいつを見てみろよ、ヌラリー。三国志フィールド、千代馬大王が封印していた謎多き世界。容器を感じて来てみたら、フィールド内の物語が今勝手に動き出した。何？まがまがしいかな、容器が漂っている。どうも不吉な予感がいたします。私に調査をお命じください。この必要はないぞ、ヌラリー。三国志の物語は英雄たちが紡ぐものだ。かっこいい。そうだな。なあ、ジバニャン劉備。いつの間に喋ってんだろう。ジバニャンにそんな期待してるの。ウィッスー。さて、乱世を平らげ、天下統一を目指す第一歩、この賢明より踏み出しましょう。ここは南の端っこです。とっても暑い地方なんですよ。暑いんだね。南だから下だね。どうせならもっと都会で旗揚げしたかったにゃん。その方が人も集まったにゃ。いや、端っこが安定しないと何事も落ち着かないでしょ。あ、確かに。妖怪子か。友達がいないだけにゃ。バカボーン。ライオトン。ライオトンも猛角が。ペガサスの聖夜みたいなカブとして。何を騒いどるんじゃ。キャー。いや、びっくりしたにゃ。誰にゃ。ライオトン猛角じゃ。敵じゃ。戦場で勝負じゃん。いきなり勝負。にゃー。やっと勝負だね。やっと勝負だ。ウィッスー。天才軍師が華麗に勝利を導いてくれるらしい。ウィッスー。バトルの仕方。ウィスパーの指示をタップ。剣念をタップ。一人だけだ。レベル1だ。いけ。495。強い。どこタップ。バトルが始まったら妖怪は自動的に行動、正面の敵と戦う。取り付くが特定の条件を満たす取り付くが発動、さまざまないいことが起こります。敵にダメージを与え、敵の妖怪を全員倒すと勝ち。味方の妖怪が全員倒されたり、残り時間がゼロになると負け。時間もある。出陣前にアイテムセット、いろんなアイテムを使いこなす。バトル開始前にアイテムを変更することもできる。アイテムか。バトルで使用できるアイテムはミッションを達成することで増えていきます。それではスタートをタップしてバトルを始めてみましょう。スタート。進むづらいよ。やられた。あ、一回やられた。うん。あ、よく見た。あ、取り付きだ。力8。にゃ。やられた。お。てててててて。勝利。2人残った。意外とやられたね。そうね。1、3、4、4人もいたのに4人も破壊
開された。クリア時間16秒、経験値249。なんかアイテムのレベルが上がったのかな。お、ガーシャができるぞ。これは豪傑コインだな。チョコボーも経験値ももらえた。お、アイサマシコインだ。アイサマシか。にゃほほー、勝ったにゃん。俺っち強いにゃん。ライオと猛角仲間だ。ウィス天才軍師ウィスパー孔明の前に敵はいないので、ウィス孔明何もしてないにゃん。確かに教えるだけだ、戦ってない。教えるのも大事なんだよね。ガチ殴りのノーガード戦法にゃん。確かにそうだね。英雄らしくかっこよく口から出まかせで勝ちたい。またライオと怒ってんな。まだまだ行くぞ。これ仲間になったのか。いいですよ。多分倒したら仲間になるかな。必殺技お願いしますよ。だからもうすぐ必殺技使えるんかな。タッチ。おお。またライオトンと戦うのこれ。らしい。また495体。あ、編成とか押せばよかったな。必殺技ゲージが満タン。あ、容器が満タンになると。必殺技が発動できる。なるほど。容器ゲージは時間が経過するかダメージを受けたり与えたりするとたまる。必殺技超強力、どんどん使っていこう。スタート。出陣にゃー。必殺技ゲージ、容器ゲージもたまった。ここだ。いい、押してすごい威力。なるほど、こうやって必殺が強くなる。取り付けで力が。あ、なんか、ね、なんか弱い。まあ、最初はね、最初は最初はやっぱ弱い。最初はね、あ、でもなんか最初にぶつかった時にジバニャンが5体を勝ったにゃー。勝ったにゃー。え、5秒早いでしょ。必殺技使ったから。お、またガシャができそう。今度は黄色だ。不思議か。ガシャで友達になるのかな。にゃほほー。お、俺っち強いにゃん。必殺技ガンガン使っていくにゃん。ライオと猛角も我々恐れをなしてどこへ行った。あ、行ってくれたんだ。仲間にしたかったね。俺っちもっと戦いたいにゃん。ほうほう、それなら。え、なになに。うわ、人面剣。人面剣ロショック。ちょうどいいところにうってつけの踏み台があります。ひどいな。私？いいところに来たに、俺っち揺るぎない勝利を感じるんやって。ミスチキショー！チキショー！これバトル。また剣ネーの戦い？なんか弱ってる。あ、でもレベル20だよ。524、結構強い。強いじゃん、こいつ。ジバニャンより強い。アイテム使った方がいいのかな。こいつ、Eランクなのに。これどうなんだろう。妖怪の種族にはそれぞれ相性がありますね。これいつものやつですね。あ、ごめん。相性のある相手だとダメージアップ。だ、今回ジバニャンプリチだから、不気味に相性がいいぞ。やった。相性が悪い相手だとダメージダウン。だから、人面剣は、プリチーのジバニャン有利は君族の人面剣ロショ君で大ダメージを与えられる。なるほど。あ、すげえ、向こうも人面剣いっぱい。あ、でも減ってる減ってる。こういう戦いなの。守りが。なんかよくわかんないけど勝ったぞ。やられた。うわぁ、勝利した。なんかチックショーっていうのひどくね。勝ったずらー。こっちが悪いったずら。なんかもうすぐレベルが上がりそう。お、オレンジコイン、豪傑だった。ガシャやりたいね。あれ、今のガムみたいな何？わからない。ガッハッハ、またライオトンだ。また出たじゃん。せっかくいい気分で勝ったのに。なかなかやるではないか。
わしも本気を出す。やっと本気出す。ウィッスー。たとえ7回戦っても私たちには叶いませんよ。うるさい。わしに勝ったらお前の力を見てね。この剣に、あ、剣にくれてやってもいい。いいですよ。いいですよ。ウィスパーコールの戦いにやって。私の繰り出された戦いは得意ではありませんが仕方ない。あ、ウィスパーコールも戦ってくれんだ。画面の下の方にある作戦のアイコンをタップしましょう。ガシャもあるね。そうそう、ガシャをやりたい。作戦。作戦では編成強化、合成ショップ、持ち物やろう。今回は編成を買ってしまったので、経験を変えましょう。あ、ウィスパーコール使えんじゃん。わお。おお、ウィスパーコール使えるんだ。決定。お、バトルだ。ガシャもあるね。バトルやった。ガシャもやった。ここ天下統一戦。なるほど、これで国が取れる。いけ。またフレンドとかあんのかな。出せたにゃん。こいつを引っ張り出すのに時間かかったにゃん。こいつってね。ここで活躍して天下に私の名を轟かしてやります。勝ったら本当に国くれるにゃん。わしの逃げやな。王様になれる。いけ。ウィスパーコーメはトットの首にして優秀な人材を雇うにゃんってひどいこと言ってるな。私の力を見ればジバニャン竜人もきっと心を改め泣いてすがってくるでしょう。ウィスー華麗なるデビュー戦。でもダイヤさんポカポカだよね。相性ってさ、ウィスパーは悪い。強敵出現だ。レベル15。なんかこれレベル上げとかあんのかな。なんかこれ行くか。レベル15だ。10と10だ。とりあえずこれやったらご飯か。あいて。あ、圧倒的有利だ。妖怪は前衛にいるか後衛にいるかで攻撃方法が変わります。なるほど。後衛は妖気ゲージが溜まりやすい。前衛にいる妖怪は攻撃、力が強いほど大ダメージ。なるほどね。護衛にいる妖怪は妖術、妖力が強いほどダイナメージ。なるほどね。後ろの方は妖気ゲージが溜まりやすく必殺技が早く使える。どうやって入れ替えんだろう。レッツゴー。羊にゃん。スパコム後ろでずるいじゃん。前に出る。軍師は後ろで財布振るもんですよ。うるさいね。つべこべ言わず前に出ろじゃん。私のアイコンを上にフリックして前に出る。ふっ、ういっす。応援に戻る。下に行く。なるほど。これ後ろ臨機応変の戦いを。スパー孔明が全員では全く役に立たないことはよくやってる。これどうなの。やばい。アイテム使ってない。このアイテム使あ、倒せた。特別に Q で倒した。危ねえ、ギリギリだ。ウィスパー全然役立たない。ウィスパー吸収してた。勝ったにゃー。一番にはレベル上がるから。おお、なんかいっぱい来た。モモコインがゲットできた。ガシャまでは。おお、でもこれで県内を制圧、覇食地方統一まであと5国。なかなかやるではないか。やっほー。褒められたら照るんや。ウィスー。ここは足がかりキビキビと戦うのか。そうだにゃん。この調子でどんどん行く。
くにゃん、イケイケどんどんにゃん。ここからなら講習が生徒に行けるようですね。ウィッスー、生徒破食最大の都市、人も食べ物もいっぱい。人も食べ物もか、無理、あ、無理だってこれ、無理。意地でもどかないつもりなら水箱目なんとかしろにゃん。ナイトへの道は無理壁女性が封印させている。ならばこの道は諦め甲州に向かいましょう。急がば回れ。逃げるのね。国を制圧すると隣の国に進めるよ。白く光ったり暗くなったりしている国が進行できる国。ただし無理壁女性がいるところはまだ封鎖中なんだ。なるほどね、無理壁がいるところは通れない。だから甲州だ。あらあら、甲州ですかね。やっぱ香港にいたから甲州はよく知ってますよ。生徒に行く前にこの国もついでにもらっとくね。これなんだろう。わかめ温度、わかめくん観察。はぁ、マジっすか。ウィスパコメ、これはチャンスだにゃん。遠慮なく行くにゃん。ウィス天才グッシュパワーを見せてやる。なんだった、二人で来るなんていけてないね。はい、お、メカブちゃんだ。ってことは昆布さんも来るのかな。来ない。ヘッポコグしたから絶対勝てないね。いい加減しなさい。うん、はい、ちょっと一回切りましょうかね。じゃあご飯食べましょう。まあ仲間面白そうだね。うん、仲間がいるね。ちょっとガシャやってみたいね。ガシャまでもうちょっとかかるのかな。とりあえず一回またね。妖怪三国志でした。